最近在宅避難って聞くけど、停電したりスマホが使えないと身近な情報が入らなくなって不安だよね。皆さん、シティア防災会よりご連絡します。そんな不安を館内一斉放送で解決したマンションがあるんだ。851世帯およそ2000人が暮らすシティアは耐震性が高いので、災害時は在宅避難が前提となっています。マンションの場合はおそらく建物は丈夫でしょうから、死ぬ場合はもう部屋におった方がよかろうと思うんです。で、その時に何も聞こえない、そういやここは放送設備ないよな、で非常放送がエレベーター方式は音がいかない、これではない部屋の中まで聞こえねえやっていう話になりましたね。シティア防災会よりご連絡します。安否確認訓練では9時半ごろ、シティアで防災に携わっていた人たちは住民に情報を届けるということに向き合い、設備の導入に至ったんだよ。ここを一つ抜けがあるよな、情報伝達で抜けがあるよなっていう、で大丈夫ですよっていう声一言あれば、マンション中で響き渡れば、それで住んでる人安心するし、大きな地震があった時にですね、まあ、エレベーター、止まっている止まっていない、あとはその施設で、破損等が起きている、あとガス電気水道、こういったものでですね、状況をお伝えできるし、減災の観点から非常に重要なツールを手にしたなと思っております。本日17時より、去年シティアでは設備のメンテナンスも兼ねて秋祭りの告知に館内一斉放送を活用、直接語りかけることができるので温かみもあって良いと評判も良かったんです。ショップにこんな商品が来ましたよっていう放送もできるんじゃないかっていうのが一つ、お祭りの時に各部屋全部テケテンテケテンっていうようなちっちゃく流してあげれば、そのムードも高まるでしょうし、ね、フロントにこんなの放送してよっていうふうにメモでも持ってったら、気軽に放送してくれるような、ね、形がいいなと。実際の災害の体験から課題解決を検討して館内一斉放送を導入。設備にさまざまな機能を持たせることで多彩な使い方もできますね。住民が情報を共有できる館内一斉放送は、普段使いのアイデアも盛り込み、住環境にも貢献。